スズメは、スズメ目スズメかスズメ属に分類される鳥類の一種、人家の近くに生息する小鳥である。繁殖地周年生息地へと落ち西はポルトガルから、東は日本まで、ユーラシア大陸の広い範囲に分布する。ただし北はあまり寒い地方にはおらず、北緯で言えば六十数度が北限である。また、インドには、ほとんどいない。ボルネオ島、スマトラ島、 ジャワ島などの熱帯、または亜熱帯の地域にも分布域がある。アメリカ合衆国では、19世紀半ばに、ミズーリ州セントルイス市に移入された。広範囲に分布するイエスズメとは、対照的に、現在では、同市と隣接するイリノイ州の一部にのみ生息し、スズメの分布域は広がっていない。ヨーロッパでは、英名のツリースパーローからもわかるように、主に農耕地帯で見られ都市部には、 ほとんどいない。都市部には、イエスズメなど、別のスズメがいる。一方、東アジアでは、農耕地から、都市部などの人の生活の傍らで見られる。シブリーアールキスと鳥類分類では、スズメ目スズメ科、スズメ赤に分類されていた。日本鳥類目録では、以下のように変わってきた。スズメの喉元の黒い部分。巣立ったばかりのヒナの喉元は、まだ黒くない。 全長は約14から15センチメートルで体重は18から27グラム。鳳じろより小さく40からぐらいの大きさ。日本では鳥の大きさ等を比較する場合の基準となる物差し鳥と呼ばれる基本種となる。翼朝6.7から7.4センチメートル。尾長4.3から4.9センチメートル。私有動色。成長は頭部が赤茶色。 背中は褐色で縦に黒縁があり、翼に2本の細い白帯がある。頬から後首、腹にかけては白色をしている。耳は及び目先から喉は黒い。くちばしの色は黒色であるが、幼鳥の時は炭鉱色。ただし成長でも繁殖期の終わり頃には、くちばしの根元が黄色になる個体が観察される。 すべての成長のくちばしの根元が黄色くなるかどうかはわからないが若い個体と区別がつきにくいので注意が必要である。成長の方にある大きな黒い縁は遠くからも目立ち、これが他の理事種との区別点でもある。幼鳥は全体に色が淡く、頬の黒縁や喉の黒縁がはっきりしない。くちばしは短くて太い円錐型で、 小さな餌をついばむために都合が良い構造となっている。くちばし盆腸は0.9から1.2センチメートル。足は淡かし色で、足裏腸は1.65から1.8センチメートル。ヨーロッパなどユーラシアに広く分布し、アメリカ大陸やオセアニアなどにも移入種として生息するベッシュイエスズメはやや大きくて、オスの頭部に灰色の太いラインが入る。 地上では両足で飛び跳ねて素早く移動する。気象は直線的であるが、急に飛ぶ方向を変えたりすることもできる。鳴き声は一般的にチュンチュンと表される。チュンという声を基調に変化のある鳴き声を続けて発したりするが、時にジュクジュクジュクと胸を反らせながら、を上げて激しく泣くことがある。それは縄張りを守る威嚇行動と考えられる。 また、交尾の際に、下のメスが、少し広げた翼を小刻みに震わせながら、ひよひよひよと細い声を発する。草の若葉をたくばむスズめ。背中のぶち模様と羽の白帯が確認できる。一般に流暢とされているが、日本で1920年代から1940年代に行われた移動性を調べる調査によれば、移動距離が2 5トル以内の真の、 流暢集団と1 0 0トル以上を移動する移動性の高い集団が存在していることが明らかとなった。この調査において、新潟県で標識包丁された約5700個体のうち7個体が岡山県で、3個体が高知県で標識回収されたことが記録されている。植生は雑食植生で稲科を中心とした植物の種子や虫を食べる。また、 都市部に生息するスズメは、桜の花の蜜、パンくず、カシくずや生ゴミまで何でも食料にする。このような雑食性が都市部での繁殖を可能にした理由の一つと考えられている。繁殖期には子育てのために虫を好んで捕獲する。夏から秋にかけては稲に対する食害も起こすが、稲の害虫も食べることでも知られる。 親鳥の死亡など緊急な保護を目的などとして飼育する場合、雛鳥は和鳥用の練り絵のみならず、パンをぬるま湯で柔らかくしたものや、植物性の練り絵でも育数が可能であるが、十分な知識がないと成長せずに死亡するケースも多い。雛鳥は通常十分に飛べない状態で巣立ちをするため、親鳥は近隣で見守っているもので、 持ち帰って飼育していると親鳥が餌を運んでくる事例も確認されている。雛鳥は拾い上げて持ち帰らず、蕎麦の植え込み等に放っておけば、親鳥が声で見つけ出し育数を続ける。繁殖は春から夏頃にかけて行われる。一年に2回程度繁殖すると考えられている。人に対する警戒心は強いが、人の生活の傍らで繁殖を行う。 そうすることで天敵などから身を守る効果があると推測されている。一方、集団で繁殖する習性があり、二十津外以上がいないと繁殖しないという報告もある。巣の材料として、稲科の植物などの繊維状のものを用いるので、映像時期にはそれらを加えて飛ぶ様が見られる。巣の大きさや形状は映像場所の穴の形や隙間によって変わる。 巣に人間などの外敵が近づくと、じじじじじと短く高い声で警告されるが、この場合、卵の産むは問わず、ある程度完成した巣であると警告を行うとされる。毎日1個の卵を産み、1つの巣に産む、卵の数は4から8個とされ、5から6卵が75%を占める。2010年には、秋田県大型村で、9卵が産み込まれていた例が報告されている。卵は、 開白色で、紫褐色や灰色、黒褐色のブーチがあり、鈍ん単色に多い。卵の大きさは1.7から2.25センチメートル、1.3から1.55センチメートル。子ゆが放卵し10から12日で孵化する。ひなは万生性で14から18日で巣立つ。犬や猫などの毛も素材として利用する。巣は、地面近くには作らず。 人の身長よりも高い位置に作ることが多い。見た目には無理と思われるような隙間でもすり抜けられるので、スズメの巣そのものは普段目につかないが、巣の真下付近には枯れ草などの素材の残骸が散らかっていることが多いので、それを頼りに見つけ出すことができる。また、ヒナが餌をねだる高い周波数のチリチリという鳴き声で、巣の存在に気づくこともある。日本では、 人間の生活に密着しているので、多くは、瓦の下や雨どいと屋根の隙間などの屋根ののの隙間や、この他にも人の住んでいない家や、集合住宅の換気扇カバーの中や煙突、プレハブの鉄骨の隙間や穴など直径3センチメートル、または2.5センチメートル、4センチメートルほどの隙間さえあれば入り込んで営像することがある。人間が設置した巣箱も利用するが、この際は、 出入り口の位置まで、素材を積み上げる習性がある。他に、電話線の分配ボックス、電柱トランス下のスペース、交通標識の横に伸びたパイプ等でも映像する。自然にあるもので映像する場合、木のほらや、さらに樹木の枝の茂みに、休憩の巣を作ることもある。ツバメなど他の鳥の古巣を利用することもあり、増造中の腰カツバメの巣を奪って使った観察記録もある。 稀にスズメバチの古巣を利用した例も報告されている。また、トビやクマタカなど猛禽類の巣のカブーラ側に映像することもあり、これは猛禽類の近くに外敵が来ないことを利用していると考えられる。群れで、祭事中のスズメ夏から秋にかけて、街路樹などに数十から数百羽が集まって、ネグナを形成する。その年生まれの若鳥が多いとされるが、若い個体だけでなく、 成長も混ざっている。集まることで体温の維持、翌日の餌場の探しやすさ、睡眠時の安全性の向上などの効果があると考えられている。一方で群れのねぐらに入らず個々の場所に定住する個体は成長が多いとされる。近縁で主にヨーロッパに分布するイエスズメでは喉元の黒い部分の大きさがその個体のコンディションの良さを表しており、 黒い部分が大きいほど、または黒さが強いほど群れの中で優位な個体であるという研究がある。一方、スズメの方及び喉の黒い部分と社会的なランクについては、それほどはっきりした関係がないことが示されている。ただし、イエスズメについても否定的な研究もあり、スズメについてもまだ十分調べられているわけではない。スズメの寿命はよくわかっていない。理由は、 そのための調査があまり行われていないせいもあるが、巣立ち後に分散するので個体の寿命を把握しづらいためである。ヨーロッパの標識調査からのある推定では、秋頃に捕獲されたヒナが、翌年の春を迎えるまでの生存率は0.49、その後の生存率は年あたり0.32となっている。これらの値が日本でも成り立つとすると、 秋頃の当年生まれの個体の期待余命は1.4、可燃ほど、1年目の春を迎えた個体の期待余命は1年ほどということになる。卵の段階から巣立つまで、そして巣立った直後から秋にかけてはかなり高い死亡率を持つと思われるので、産卵された直後のスズメの期待余命、つまり寿命は半年以下になるかもしれない。日本における自然条件下の最長寿命は、 2293日である。これは初めて捕獲されて標識されてから次に捕獲されたまでの日数なので少なくともこれ以上生きたことは間違いない。飼育下では一般に自然条件下よりも長く生き最長15年という記録がある。都市部では猫、カラスおよび小型の猛禽類などが捕食者になっている。農村部ではこれらに加え、 中型以上の猛禽類も捕食者になる。かつては、人も影響力の大きな捕食者であった。北海道から沖縄まで見られる。北海道、南千島、本州、淡島、佐渡、沖、三島、四国、九州、津島、五島列島、薬島、伊豆諸島、奄美大島、琉球諸島、大東諸島では琉町であり、ヘグラ島、男女群島、種子島には、 旅取りとして、また、トカラ列島にも稀に認められる。ただし、いくつかの離島には分布していない。例えば、本州から1 0 0 0トルほどある、小笠原諸島には生息していないが、これは分散の機会がないからだと思われる。本州から最も距離があるのに分布しているのは、沖縄本島から4 0 0トルほどの南大東島、北大東島である。一方で、 ケグラ島など、能登半島から 50km ほどだが流暢として分布していないところもあるので、分布は単純に本州からの距離だけで決まるわけではないようで、ある。生息地は、都市、農村、里などの人の居住域付近であり、一年中見られる、流暢、または氷潮である。典型的なシナントロープで、人間が住み始めた集落には、スズメもいつき、 逆に人間が離れ集落が無人になるとスズメも見られなくなるという傾向がある。都市部のスズメは公園や神社の境内で鳩の餌をやることが多かった時代に鳩と共に多かった。その後鳩の憤慨が深刻化したため公園での鳩の餌やり風景が減少した。2008年における日本本土のスズメの成長個体数は約1800万羽と推定されている。 ただしこの推定には誤差があるため数千万羽の桁と考えるのが妥当と思われる。この数千万羽は成長個体数の推定値なので秋冬にはこの数倍になると思われる。日本におけるスズメの個体数は減少傾向にあると言われている。鳥類の行動や生態を研究している三上治村の推定によると2007年のスズメの 個体数は1990年頃に比べて少なくとも半減、減少率を高く見積もると5分の1になったと考えられている。50年前の10分の1とも推定されている。しかし減少原因についてはよくわかっていないが、機密性の高い住宅の普及によって映像場所が減少したこと、農村部でコンバインの普及によって、 落ちもみが減少しそれによる陶器の餌が不足したことなどが可能性として挙げられている。また農村部と比べて都市部において育っているひなの数が少ない傾向が見られており、都市化に伴う餌不足も減少原因の候補として挙げられている。このように減少はしているが、絶対的な個体数はまだ多く、現在の減少スピードであれば数十年後に、 絶滅してしまうことはないと言われている。稲の食害夏から秋にかけては稲に対する食害も起こす。しかし、農村地帯で繁殖するスズメは稲にとっての害虫も食べるため、米農家にとっては総合的に液腸の面が大きいともされる。一方、乳内スズメという別種のスズメは繁殖期には森林、または北方で繁殖し、夏の終わりから秋にかけて、 農村地帯に現れる。液腸としての働きをしないので、外腸としての面が強いと言われている。この稲を食害する乳内スズメとスズメがスズメとして一緒にくくられることで、スズメが必要以上に外腸扱いされた可能性もある。飼料と飼育スズメの焼き鳥、伏見稲荷大社三道の日の矢にて、人に懐いたスズメ。道に落ちていた弱った幼鳥を保護、 育成したものスズメは、長寿保護法で狩猟庁に指定されており、焼き鳥等に、食用もされてきた。特に、京都の伏見稲荷大社では、門前の名物になっている。しかし、現在は、需要の低下、狩猟者の高齢化及びスズメの個体数減少により、捕獲されるスズメの数は減ってきている。一時、中国、韓国から、食用のスズメが日本に輸入されていたが、 鳥インフルエンザ対策のために現在ではほとんど輸入されていない。日本での狩猟期間は11月15日から2月15日の間とされ、銃や罠を使用しない方法であれば誰でも捕獲できる。また、狩猟期間に関わらず飼育することも自由とされている。スズメの捕獲法はいくつかあるが、古くはネグラになっている、ヤブの周囲に大型の網を張り、 セコと呼ばれる役割の者が音を立てたりやぶを棒などで叩いて網に追い込む療法も行われていた。この療法は大量捕獲が可能なので地獄も音も呼ばれる。現在ではこのような療法は禁止されており、スズメの捕獲はスズメが集まるところに網を立てておいて、スズメが来たら網を倒して取る無双網という方法で行われている。 4月前後には育ちに失敗したり弱ったりした幼鳥が人間に保護されることも多く保護ボランティアが募集される自治体もある。日本野鳥の会などでは弱ったりしていない場合は兄に保護せずにから3時間ほどその場所で親が来ないか離れて観察するように指導しており衰弱している場合や親鳥が現れない場合は保護して専門家に預けるようにとしている。 古くから身近な鳥なのに他の鳥のようにペット化されない理由としては飛翔力が強くカゴ内で激突して傷つきやすいことや餌を大量に食べるので糞も他の貝鳥と比べ量が多いこと砂浴びすきな習性のためカゴ内で餌や新聞紙に体を激しくこすりつけ周囲に大量の餌や糞を跳ね飛ばすことが挙げられる一方で平安時代の枕草子にも 源氏物語にもスズメの子飼いについて記述があり、江戸時代の俳人、小林一茶の一連の俳句作品からも、スズメを子飼いした形跡が伺えることから、古くからしばしば飼われていたことがあるのも確かで、いつも人の傍らに寄り添っていてあまりに短すぎ、人気性に乏しかったからとも考えられる。なお、飼ったことのある人の証言では、非常に人懐っこく賢いことが、 しばしば言及され、清少納言も心ときめきするものとして、他のどれより、文刀に、スズメの子外比を上げているほどである。芸に使われることのある鳥の種類として、鷹、スズメ、獣島津、山柄、四十からを挙げている資料があり、同資料においてこの中で、スズメは、最も利口だが飼育が困難、山柄の方が飼育に適し、 また調教が楽なので非常に流行ったとの記述がある。親しみ春先は苗の害虫を食べる液腸として扱われ、秋には稲のもみ米を食害する害鳥となり、古来からスズメを追い払うため、スズメ追い、鳥追いなどという風習が各地にあり、それに関する民謡、民話なども伝えられている。かかしもスズメ追いの道具として作られたものである。害鳥として、 スズメを追い払う行為が行われる一方、スズメの恩返しなどの方案端では親しみを持って描かれてきた。スズメはチュンチュンとよくさえずるため、噂話を好む人をスズメに例えることがある。神聖子日本においては、神聖子されてきた歴史もある。俳句物語同様芸能家門スズメ門は、スズメを図案化した家門である。果汁字賀などが用いた。スズメの添えられた笹。 地門から派生した家紋で、図案にはフクラスズメ、ふくらすずめ、とびすずめ、ちょうすずめ、まるに向かいすずめ、さんばおいすずめなどがある。かじゅうじ家は、すずめのまるを用いていたが、後に、ちくわで囲った。こちらは、かじゅうじざさという笹、地区門である。その派生には、上杉市の上杉さ、その派生である伊達市の仙台ざさ、宇和島ざさなどがある。 これらは、まとめて、竹に、スズメと呼ばれる。野牛脂の縄文である、ちぎれにスズメは、ちニれもんである。語源、表記、意味ズメの語源については、鈴は鳴き声を、目は、カモメやツバメのように群れをなすことを指している。スズメという名のつく、別種日本語の関与句内、い、大英記では、鳥魚海家を印字族を用小鳥魚みな卵、魚、湯吸水、鳥肥を雲。 古藤縁弱、乳を買い、かしかもため、都市、七十二項の官路の時効でも、スズメ入りを水ためハマグリとする。これにちなみ、日本の俳句でも、スズメハマグリとなるが、秋の季語として採用されている。中国においては、1955年、大躍進政策の一環として行われた、四外追放運動において、スズメを稲を追ばむ外調とし、ネズミ、ハエ、 かとともにスズメを撲滅させるという計画が実施され、大規模な人海戦術で年間11億羽以上目除したと言われている。しかし、1960年にはスズメは対象から外され、代わって南京虫が加えられた。スズメが外された理由は中国側が発表していないのでよくわかっていない。一説には、スズメの激減で農作物の害虫が増え、 稲だけでなく、野菜など、他の農作物にも甚大な被害が及び、全国的に強作となったためとも言われている。北朝鮮では、冬になると、スズメ量が、盛んになり、スズメ焼きがよく食されている。11月から翌年2月にかけて、寒い時期に採れたスズメが最も美味であるとされる。言い伝えでは、冬のスズメ焼きを、子供が食すと、天然痘の予防になると言われている。 韓国でも出している飲食店が多数ある。串刺しにして焼き鳥のように調理するのがポピュラー。味は香ばしくて淡白で、しっかり焼けば骨までカリカリにできる。調理方法はお湯に浸して毛をむしり取り、内臓を抜き取る。下ごしらえが澄んだスズメを串に刺して焼く。味付けは塩などのスパイスをつけるとなお良い。ちなみに韓国では狩猟制限法により、 一部地域を除き、スズメの狩猟が禁止されている。このような事情により韓国産のスズメを求めるのは困難であるため、主に中国産スズメを輸入したものが多い。似た料理として、宝ジロ焼き、ひよこ焼き、うずら焼きなどもある。ありがとうございます。